はい、彦坂直義です。ですね、ルックバック、今評判になってるアニメーションですけども、私はこれを糸崎君雄さんと一緒に、映画館に行って見てきたんですね。大変よくできたアニメーションなんですけども、原作の漫画を見たいということで藤本辰樹の漫画を見てみました。見て大変びっくりしたんですが、良い絵描きで画家としてすごいなというふうに思ったわけですね。でアニメーションとしての評価は高いですけども、同時に私はこの藤本辰樹を、美術家というか画家の目としてね、語っていきたいというふうに思ったわけです。まず冒頭のこれ表紙ですけども、このルックバックのバックと、この下のなんていうのかな、机のこれはどこなのかわかんないけど、まあ、自分 の, ね、主人公の女の子の自宅で漫画を描いてて背中を向けてるから、まあ、ルックバックって意味が一つなわけですよね。でこのグリーンが同じグリーンだっていうのは、まあ、あーって驚くわけですね。するとこうバックの字が同じ色で持ってきてるっていう、まあ何でもないって言えば何でもないけど、まあ、絵描きとして見ると随分同系色でね、同系色で持ってきてるっていう、まあ、で基本的には2色なんですよね。下の後ろの木もこう黄緑だし、うん、でまあ、こういうところも黄緑でね、やってて黄緑とこの青系とこれこういうところは蛍光灯のところは 青の同系色で、であとこの、茶色がだからちょうどこれもまあ隣り合ってる色なんですよね。だからそういうところでこう、まあ、なんていうかな、まあよく色を知ってる人だなというのがまずあります。はい、それで次のトップのページですけど、まず、まあ、パッと見て驚くのはこの先生の顔ですよね。よくできてるっていうかな。それで今度はパッと今度は上からこう俯瞰で見るわけですよね。それで横にこういうふうに出てきて、さて次のですね、ここでこの少女の顔が、まあ一番こう綺麗美人さんっていう形でわっとこう前に出てくる強さで組み立てて、その一方でこういうふうに手書きのものの彼女の作品ね、漫画ね、漫画があってっていう形の組み立てですね。何でもないじゃないかって言うかもしれないけど、僕は随分うまいなというふうに思うわけですね。で、まあ、絵画性っていうか、今の例えば日本の現代美術なんかだと、こういう、こう美人さんの良さっていうのはその何て言うかな、消えちゃってる部分があるわけですね。絵画の歴史で見れば美人画っていうのは、まあ、伝統的な美人画ですよね。その東洋でも西洋でもね。それ非常に重要なんだけど、それがほら出てなくて、ただそれで これがまあ一番目立つんだけど、まあ、あとこう違うさまざまな表情がこう出てるわけですね。引っ込んで、まあ、うまいなっていうふうに思います。でまあこうなると、まあ、先生は相変わらずだけど、彼女の顔がその変化、大きさが変わっていくのと同時にこう変化していくわけですよね。でここでまたバッと正面から見るんだけど、それでこうつまり同じ顔なんだけど、その変化の様っていうのは非常によくできてるっていうのかな、大したもんですね。で次まあ、とにかくこの普通の漫画本文とあとこう書かれてる漫画のコントラストっていうかな、それは うまいなというふうに思うんですね。それでまあこのコントラストでもほら こういう線を引いた場所がありますよね。こうか影の部分ね、この影、京本さんの漫画ですね。か影の部分のこう処理っていうのはこれ全体に出てきますけども、非常に うまいと思います。まあ、このねびっくりする表情っていうのも、その今までこう美人の可愛い子っていう感じで出てきたけど、この変顔っていうのはかなりインパクトありますよね。まあありますね。それでまあ口の中までこう描いててですね、でまあこれ全体にそうですけど、この鼻の表現がね、デリケートなんですよね。だからこう普通に鼻が飛び出てるから、この、ま、前に飛び出てくる部分を描くはずなんだけど、まあまあ独特にこう大したことじゃないんだけど、こうデリケートにやってるんですね。それでまあこれ風景が出てきますよね。まあ、風景はアニメーションでもそうだけど、風景がすごく綺麗なんですね。アニメーションの方はカラーで綺麗な風景、まあ、アニメーションの方はここのシーンをこうもっとこう時間を増して丁寧に描いてますけどね。だから、まあ、漫画と
だとあっさりしてるけど、まあアニメの時間と漫画の時間が違うから、そういう違いっていうのは面白いなと思いました。うん、でまあこう来て結局こう清本の絵と並ぶと藤野っていうのはこの主人公ですよね、うん、絵って普通だなって言った時にこういうふうに、影にしてるわけですよね、うんうん、してるのね。で、まあ、こういう、まあ、この繰り返し出てきますけど、つまりこういう影の使い方と、うん、画面の処理が出てくるけど非常にうまいというふうに思います。それで、まあ、これも表情が変わっていくわけですね。まあ、これはだからかえってこうアニメ的な表現でこう連続してちょっとずつ表情が変わってくるんだよね。うん、はい、それでまあ走って、4年生で私より絵が上手いやつがいるんで絶対許せないって言ってこう、まあ、これ話の中心になってくるわけだけどね。まあ、あの何でもないことなんだけど、つまりこういう表情とこっちのいわゆる美人顔の表情と、なんていうの、使い分けとそれからコントラストのありようっていうのは大したもんだと思います。でここでもまあもうルックバックなわけですね、この、まあ、ひたすら絵を勉強するし、うん、でこれはまあ、あの全体を4分割して、こういうふうにこっちもこれは学校の方のルックバックなわけですよね、うん、まあこういうこれも何でもないことだけどそういう構成っていうの こっち側にも伝わってこうルックバックなんですよね。でまあこの優しい美術解剖図とかデッサンとかパースとかあの人体熱性技法とかってまあこれだからそのいわゆる美術の描き方本ですよね。でこれはうんまあとにかくかの彼のなんだっけ藤本辰樹は実は東北芸工大にいるので、まあ、こういう本をよく知ってるっていうことです。よく知ってるっていうか彼はだからその自習でやるわけですね、うん、大学今時美大に行ったって何も教えてくれなくてあんまりその話すると長くなるんでだからとにかく彼はあばらなく書いたってうまくならないって言ってもとにかく自主練でこういう教則本で勉強しまくるわけですね、うん、それがよくこう出てるわけですね。でここでもまあさっきと同じなんだけど つまり4分割してて見開きを4分割しててそれでこう来てるわけですね。その場合外の光景が、まあ、季節の移り変わりこれが冬になってるわけですよね、うん、でこれだけが冬であとはまあ冬じゃないんだけどそれが、まあ、扇風機が出たりなくなったりそうそうするとこのバッグがちょっと濃くなったり扇風機は面白いですよねこの位置関係とかね、うん、それからあとここに掃除機が入ってるとかそういうこう時間の流れとそのディテールの変化だけで見せるわけですよね。あと本も増えてるんですよ。あ、本も増えてるね。本も増えてるし、それからここのあのなんていうの、仕事してるこの内容が変化してますよね。まあそういうことを絵画っていうかこう絵であのそういう組絵画で見せてるっていうところが僕なんかは感心するわけですね。で藤野ちゃんって言ってこれ藤野ちゃんの影になってるんですよね、ずっと。これはお友達ですよね。そう藤野ちゃんの方はずっと考えてくるわけですよね。まあこれはちょっと違うけど、まあ本当にそういうデリケートな変化を拾っていくセンスですよね。まあ芸術っていうのは簡単に言えば非常にデリケートなものなんですね。それはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もそうですけど、非常にあのデリケートに描くわけであって、そのまあデリケートじゃないものはちょっと問題があるよなっていうふうに思いますけど、彼は非常にデリケートで大したものだと思います。まあここであのストーリーとしての中学で描いてたら枠だと思われて気持ち悪られちゃうよっつってこう顔が暗くなるわけですよね、うん、これはだからまあ美術を選択していった側の人間として言えばそういうものっていうか社会の中の、うん、なんていうかなオタクというか気持ち悪がえる方の存在になっていくから、でそれがだからルックバックって形でこういうふうに後ろ向きの姿で、でまあ兄弟が心配するわけですよね。まあこれにしてもこういうふうにして窓からの見える風景に映していくとか、まあこれも普通に漫画で当たり前なのかもしれないけど、まあさっきも出てきたけどこう真上から見てる部分というか、まあ真上から見るっていうのは繰り返しで、ね、学級新聞を配るっていうシーンを繰り返してるわけですよね、うん、
でここ、ままん、あの楽器新聞が出てきてね、それを本人が見てて、だからまあ普通にストーリーの紹介なのかもしれないけど、こういう絵の旗じゃなくてこう絵が並列しているレベルで、まあ、表現してるっていうことに対して、私なんかとにかくこう快感があるわけですね。こういう絵とこういう絵がこうが画面の中でうまいなっていうふうに思います。でまあここで最後に出てくる問題があって、こう空手をやってるっていうところが出てくるわけね。まあ、だから漫画やめてお姉ちゃんの言う通りに空手始めるわけですね。そうですね。でこれはあれなのかな、自分描いたデッサンを、うん、捨てろって言ってるわけですね。これもそうですよ、デッサンだからね、うん、卒業みんなさようならって言って、まあこの場合だからここまで来て先生の顔と、まあ最初から出てきた先生の顔とのなんていうかな関係が、僕なんかはね教師らしい顔だな。まあだからこの先生のキャラクター設定もいいよね。いいね、うんうん、すごくいいと思うね。そんなにほら個性として邪魔になってないじゃないですか、うん、でまあその、うん、京本さんとこの来るわけね。だからこういうことにしても、まあ漫画を見る方から見れば何でもないと思うんだけど、こう押すところをこう明るいところから暗いところにこうグラデーションがついてて、裏をね、で手は暗くて、それでここでこうこっちの風景が出てくる、こことここが白いですよね、うん、これもだから何でもないように見えるけど、ここ絵描きとしては心地がいいというふうに思うのね。だからまあ喜んでることも何でもなくて当たり前じゃないかっていうふうに見えるのかもしれないけど、でここで卒業し置いておきますと言って、でこのここの部分でここにちょっと音がするんだけど、こっちが外のところが明るくて抜けてるわけですよね、うん、でやっぱりこういうここにいるんだけど抜いてる部分作ってるとかね、これがこうなくて壁だったらやっぱりまずいだろうなっていう、うん、まあ窓張って別に当たり前じゃないかって言えば当たり前なんだけど、でもそういう当たり前なものをなんていうかな、うまくこう組み立てていくことが、まあ、美術なんだよね実際的にね。だからこういうものもそうだけど、あの上がるところにその廊下がこう斜めになってるとか、そういうことがまあいいと思うね、この廊下の表現にしてもね。だから何でもないことだって言われれば何でもないことで、特にね、もうさっき捨ててよって言った割にはたくさんここに、いや、それはお友達が、うん、自分はスケッチブック、あ、自分はそうだ捨てたんだけど、お友達はスケッチブックあるからそこで驚いたんだけども、うん、まあ、このシーンはアニメでも印象的だったけど、漫画で見ても随分印象的で、印象的だね。だからこれは超広角レンズの効果を使って描いてるんですよ。なるほど、写真家目線で見るとね、うん、そうだね。だからこの一コマ目 の、うん、その彼女の見下ろしてこう廊下にずらずらっとスケッチブックが並んでるのはレンズでいうと超広角レンズなんですよ。なるほど。で次のコマは割とこう望遠気味でポートレート的に撮ってるんですよ、うんうんうん、まあ、そういうだからこうパキッパキッとした切り替えっていうのは面白いなと思うし、次はだからクローズアップになるわけですよね。うんだね、そういうこの人とにかくそういう使い分けっていうか、画面画面画面を連続してる画面をそうやって切って使い分けていくのうまいよね。でそれでいうとその彼女が漫画が描き出すんだけど、うん、そこはその日が当たってるわけですよね、うん、でその前のコマに彼女の首の顔の隣にこう日が当たった四角い形があって、うん、それが伏線になってるので、なるほど、やっぱり唐突感がないっていうか、すごくそういう意味でもすごい細かい伏線を張ってるんですよね。そうだね。でまあこれは最後のシーンまで行くわけですよね、うんうん、最後のシーン、そうそうね、あんまりそのネタバレはあれですけど、ネタバレだけど、まあ、そういうことだね。出てこないで
出てこないで京本さんに向けて、うん、彼女は漫画を描いて、うん、それ何してんだ私って言ってつぶやいたら、うん、漫画がスッとドアの中入っちゃったっていうシーン。そうだね、何してんだ私。これもだからかなりアニメだともかなり丁寧にこう感心するぐらい丁寧に書いてあって、うん、でも漫画は漫画の表現でこのあっていうさ、うん、この小回りこう斜めにカットしてあってさ、うん、手がこうねこういう風にね斜めそうそう、うん、これは随分やっぱり漫画ならではの表現で、うん、だから逆に言うとそのアニメの方が簡単っていうかね、その普通に紙がスッとこう入るシーンを描けばいいんだけど、漫画だと小回りで見せなきゃいけないから、これはまあすげえなと思いますけどね、うん、あとその下のドアにあの紙がスッと入るところもコマをまたいで立体的になってるじゃないですか、うん、だからこういう風にしてその存在感を、ね、飛び出してるのね、そうそうそう、うん、これもだからあのチェーンソーマンでは使ってたテクニックだし、うん、もっと言うとこれはだからその葛飾北斎が使ってたテクニックなんですよ、うん、なるほど、そう、まあ、でとにかくこういう風に出てきてこう空間が移動してってこう来るんだけど、これよく表してるよね、うんうん、大したもんだと思うけど、ね、まあ、これだから慌てて外に出るシーンね、うんうん、それでまあ追いかけて彼女が出てくるわけね、京本さんが出てくるんですね、うん、でそれで藤野先生って呼ぶわけだよね、うん、この僕はだからあのアニメで見ててもこのあのなんていうのドテラみたいなものを着てるっていうのはかなり印象強かったね、うんうん、まあ今の時代、まあ彼は年がある程度言ってるのが今の時代だとドテラ 着ないよね、まあ東北だと着るんでしょう、ね、あそうだね、だからまあこれはだからその2人の女の子のコントラストを強くするっていうことと、まあそのね秋田っていうので、うん、共演してるんじゃないですか、まあ、こういうキャラクターデザインもうまいと思いますよ、うん、それでまあこの顔の変化っていうのもやっぱりちょっとしたあれだけど、うん、いいなと思いますよね、うん、でそれとこれでこれで向こうこう光が入ってきてて最後のね、うん、まあ、これはだから彼女が声を振り絞って、うん、それで私藤野先生のファンなんですっていうことを言うのに、まあそのこれだけどもりながら喋ってたっていうのを、うん、まあ、非常に緊迫感のある構図で、そうだね、うん、で彼女のこれボサボサの頭もさ、うん、これもすごく印象的に使っててさ、うん、それで背中にサインしてくださいっていう部分ね、まあ、これもだからまあもう一つルックバックになるわけですよね、そうだね、でこれはまあとにかくそのほらあの藤野先生はあだからその、うん、京本さんが藤野先生の漫画を今までどれくらい見ていたかっていう会話なんだけど、うん、その会話の間を持たせるために、うん、背中で字を書くっていうシチュエーションを入れてんだよね、なるほど、単に2人でこうぼーっと突っ立ってさ、うん、先生の漫画見てましたじゃなくてさ、そのそういうシーンを入れるっていうのもまあすごくうまいですよ、うん、何気ないシーンを重ねて、しかもそれもまたルックバックにしてるわけですよね、うん、まあで6年生の途中で細かくのやめたんですかっていう、こうやめるっていうのはね、まあそのなんていうかな、この場合は漫画家だけど絵描き自体で言えばさ結構深刻な問題なんだよね、そうね、あの美術を始めてるとどうしても繰り返しやめるっていう問題はこう出現するわけ でそれをまあ一つ一つ乗り越えていくことによってそのまあ描き続けられるわけですよね、だから描き続けるっていうことがそのやめるっていう問題と背中合わせにあるんですよね、まあ、だからその実は僕の場合はね、うん、その勉強もできないし運動もできないから、うん、もうアートの道に行くしかないっていうことで、うん、こうやめるこう手段がなかったんだけど、彼女の場合は、うん、あの最初の方で藤野ちゃんスポーツ万能でどっちでも行けるよねって、うん、そういう伏線が効いてるんだよね、うん、そうね、でまあこれもさっきの美人さんの系譜なんだけどね、まあだからここでやっぱり藤本たつきらしいなと思うのはさ、うん、ここで彼女はコロッとこう気分を変えてさ、うん、それでその本当はあのステップアップするためにやめただけだっつって言い訳を始めてさ、うん、でまんざらでもない顔になってさ、そうだからそれでこれがほとんど同じなんだけど微妙にずれるよね、うん、でまあその京本さんの方はすごいっつって素直に感動してさ、うん、まあ、そのコントラストとあと彼女の
こうしれっとした心変わりっていうのが、うん、まあ藤本らしいなと思うよね、うんうん、まあだからあのこの藤本さんっていう漫画家自体は彦坂で言うとあの人格が4回あって創造界象徴界現実界三頭目っていう精神があってこれ三頭目って何かちょっとピカソの絵を成立させるようなものなんだけど、まあ、人格がね4つ人格があるんですよね。だからその4つの感覚っていうか 急にコロッと話をその内容を変えちゃうっていうようなそういう精神があってだから彼の作品の面白さっていうのは何だっけよもう一つあのチェンソーマンでもそうなんだけどその切り替えの面白さなんだよね。一つしか人格もない人はそういう切り返しがうまくいかないんだよね、うん、でここでこう主人公がだんだん明るい気持ちでそうだから主人公はこれはアニメの時もそうでしたけども、うん、その主人公が明るい気持ちになるとともに、うん、雨が降ってくるんだよね、うん、そのコントラストシチュエーションが すごくてだからその映画でもすごいと思ったけど漫画でもそれをきちっと書いてて、うん、でやっぱりその漫画っていう制限のある中で、まあ、これだけの表現ができるっていうのはすごいよね、うん、そうこれ最後のねこれでバッと大きくなって、うんうん、まあだいたいか彼の絵画っていうのは絵画としては僕ちょっと指摘するの忘れてるけど非常にきちっとあの人体なんかでいうとまともな人体を描いてるんだけど、うん、この場合にはあのもうなんていうかそういうことを切ってこう手が上に行ってるとかこう気持ちの上昇を表してて、うん、そうすると例えばここの足っていうのは人体としては描けてないんだよね、うん、だけどまあこう浮遊感を出すためにそういうのを犠牲にしてるわけだよね。この人だけど人体描ける人だけどね、うん、だからこれはその、まあ、アニメのテクニックでは、うん、あの途中のささっとしたこう動きの途中のデッサンをわざと崩すっていうテクニックがあるんですよ、うんうん、だそれに共通するものをだってこの人も描いて描きまくってるから、うん、で漫画のことだったら何でも知ってる感じの人なので、うん、だからそういう細かい技っていうのはいろいろ使われてるはずだと思いますけどね、うん、そうなんでしょうね。いやだからあのまあこの構図自体もねその最近話題になったトランプの三角構図そのままですよね、うん、そうだね。そうこっちにぶわって、まあ、こっちの線とこっちの線がちょうど合ってるわけ三角形になってるわけですよね。だからこれはそのまあ藤本たつきのデビュー作のファイヤーパンチもそうなんだけども、うん、ファイヤーパンチの場合は主人公が火で燃えてるっていう設定で、うん、そしたらじゃあ舞台は氷河期の地球にしようっていうことでそのコントラストつけてるわけですよね、うん、だからこの絵も非常にコントラストがあってその気分としては上昇してるんだけど上から雨が降ってるので、うん、よりその上昇した気持ちっていうものを強調してるわけです。コントラストがね、そうですね、うん、まあこちら あの背景の山の描写にしても、まあ、こういうこう隙間のある線であの描いてって、まあ、そのある山の厚みみたいなものをこう描いていくとか、それから、まあ、電柱もちょっと斜めになってるんですよね、これね。そうね。この電柱はね一応下に入ってる地面に入ってるっていうのをかけてるんだよね、うん、こっちはまあ分かんなくなっちゃってる、うん、曖昧にしてるのね。あの この途中までは電柱しっかりしてるんだけど下がね、まあそういうのもだからまあ分かっててやってるという。さてそれで話がこうチェンジして一見つながってるように見えるけど、まあつながってるんですよ。だからその日のうちに、うん、とにかくもう濡れたままランドセルを取り出して、うんうん、ルックバックで、うん、絵の新作だからその新作描いてるって言っちゃったから、うん、早速描き始めたわけですね、うん、そうだね。でそれでここで無料公開分が終わるんですよ。ああ、はい、だからそろそろ時間なので、うん、これで終わってもいいと思うんですよ。そうそうそう、うん、でまあ似たような話ですからね。もちろん最後行くと変化はあるけども、うん、その漫画を見てる人から見れば私が言ってることは別に大したことじゃなくてストーリーって当たり前じゃないかっていうのがあるけど、ストーリーの展開をだから絵にしていくわけですよね。その場合には絵描きの絵なんですよね。だからその 変化っていうか、だから絵画っていうものを、まあ、なんていうか多様にしていかないと描けないっていうか何もなくなっちゃう。だからその場合結局人格構造そのもの、まあ、ここでもそうだけどこっち側のあるこうなんていうかな
レイヤーとこっちのレイヤーが違うんですよね。ここの落差があの彼の 絵というものの良さを よく表してるんだよね。まあだからまあ大したもんだと私は思います。はい、ご清聴ありがとうございました。